レール作成車レール作成車とは、鉄道において、レール頭部の形状を適切に保つため、レール頭部を削る作業に使用される車両である。ただし、モーターカー、マルチプルタイタンパー等と同様に、鉄道部内では、放棄場は、保守用機械扱いで、鉄道車両ではないので、車席はないことが多い。放棄場の、鉄道車両ではないので、運転するのに、 動力者操縦者運転免許は不要であるが、日本鉄道施設協会認定の特殊運転者の資格がいる。機械扱いであるために最高速度は時速 45km に制限されているのに加え、実際に本線上を走行させる場合は線路閉鎖を前提とする。レールは列車が走行するたびに頭部の形状が次第に守し、波を打ったような状態や、 変魔耗などが発生する。このような状態のレールの上を列車が走行すると微振動により乗り心地の低下につながるばかりか、車内騒音の増加や鉄道沿線への騒音被害を助長することになり、レールの耐久年数を下げる他に、同床の劣化を促進することにもつながる。そこで傷んだレール頭部を新品レールの形状に近づくように高速回転する。 砥石等で数回に分けて削ることで、騒音、振動の低下、また、レール表面のシェリング、きしみなどの疲労層を除去することにより、レールの延命を図ることを目的とする。作成によりレールの寿命は2倍程度伸びることが期待されている。このことは、レール交換のサイクルを伸ばすことで、困難となりつつある保線の作業量を引き下げることも、意味する。なお、 レール延命目的の作成では、天道音という独特の音が発生する。ありがとうございます。